大丈夫そうかな。聞こえますか？聞こえますか？あ、来ました。あ、よかったよかったよかった。よかったよかったよかった。一人ほど喋ってました。何事なんだよなって。はい、ということで、今回、ロックマン X100%、喋っていきますのは、ゼロモドキ、私、ゼロモドキと、サニーさんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今回、メインで喋るのは、ゼロモドキさんなんですけれども、MC として、チャット入れさせていただきます、スナイルです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はじゃあ、簡単なゲーム説明の方からよろしくお願いいたします。い、わかりました。まずは、奏者のチキさんからですね。チキさんは、アメリカ人で、このロックマン X100%RTA のワールドレコード保持者、つまり世界1位の奏者となっています。いや、で、この奏者の方、何がすごいかっていうと、まずですね、配信に行っていただくと、画面もカメラに映る奏者の顔も全てがゲーミング色に発光してるんですよね。そうなんですよ。虹色なんですよ。このゲーム画面も全て虹色。そう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 。で、スーパーファミコンの実機も虹色。全て虹色で配信されてるんですよ。いや、何言ってるか分かんないと思うんですけど、本当に全部虹色なんで、ぜひね、一度いただければと思っています。はい。いや、今回はね、虹色の画面じゃなくて、ちょっと、一安心してたとね。安心します。かなり安心します、今。はい。よかったとか言って。 はい、そんな方です。で、連射力もすごいんで、そこもぜひ、見ていってください。はい。でですね、このゲームの説明、軽めにさせてもらいます。1993年発売で、ディレクターは稲船慶司さん。皆さんご存知の横スクロールアクションです。国内では47万本、海外を含めると約166万本の売り上げとなっています。 X シリーズはロックマンから100年後の世界、コンセプトはハードでシリアスなロックマンとして作られているそうです。ちなみにストーリーとしては、イレギュラーハンターとして活躍していた X でしたが、直属の上司であるシグマが反乱を起こし、相棒のゼロと共に反乱と戦うというストーリーです。はい、では、この RT については、ゼロモキさん、どうでしょう。ですね、多分皆さんが思ってる100倍ぐらいゲームをぶっ壊します。なので、その様子をご覧いただければなと思います。ただこのゲームを普通にやったよって方では考えつかないようなことが起きます。なので、ぜひそこに注目していただければなと思います。はい、いや、その通りですね。いや、期待しちゃいますね。はい、では、事前説明これぐらいでしょうか。はい、じゃあ、まあ、そろそろ走っていただきたい。はい、じゃあ、皆さん楽しみにしといてください。カウントダウンいきます。これカウントダウンって、あ、大丈夫です。向こうの方でカウントし、あ、向こうでカウント、はい、なんで当選で始まります。はい、じゃあ、そろそろ始まります。皆さん、グッドラックお願いします。お願いいたします。ゲームスタートしたらゲーム開始です。めちゃくちゃ、これあれなんですよ、カーソルを動かしてないと。ああ、始まりました。なるほど。はい、始まりました。グッドラックです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、最初はまあ、ノンストップで走り続けるだけ。はい、ちょっと連射力見てください。この連射力、雑魚敵を倒すときとか、中ボスですね。ぜひ見てください。これね、さらっとやってますけど、無理です。すごい連打する。すごいっすよね、これ。絶対後ろに歩かないです。もう右にずっとしてるんですよ、ここ。はい、あ、ここで今わざと食らいましたね。はい、食らいましたね。で、こう右に行くと、本当は下にね、落下する演出なんですけど、まあ、そんなの関係ないって言わんばかりでしょ。もう一回、あ、もう一回なって後ろに回る。そうですね。で、ここ、あえて、実はダメージを受けてますよね。後に現れるババアが負けイベントで、一定の HP 以下になると、イベントが発生するという仕様なので、わざと HP を減らして済むんですね。もう次のタクシーも、おそらくダメージ調整に使われるでしょう。そうですね。そのご注目ください。さあ、今あえて豆って言っちゃうんですけど、まあ、バッサーをちょっとちょくちょく当てて食らって、当てて
食らって当てると愛の出ますね。完璧。そう、乗りながら HP がギリの状態に仕上がっていく、はい、完璧です。乗るも乗るとちょっと早いで、ここで倒すとバンバンだね。ボン。ちなみにこのリメイク作イレギュラーハンター X では負けイベじゃないんです。ああ、そうなんですね。そうですね、騙される方はいっぱいいらっしゃいますね。完全に負けイベだと思っていた、はい、ということで、ファーストステージはまあ2分くらいかな。はい、ゼロの登場です。この時はね、肩パッドがないんですよ。そうなんです。丸型の、そう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 、初代のゼロだけ肩パッドがないんで、これ貴重な丸型シーンです。さあ、チュートリアル終わりました。まず最初は IC ペンギンゴいきます。 IC ペンギンゴ言いたいだけ。やりたいだけやりたいだけ。俺は恥を知らずにこれをやっていくぜ。よろしくお願いします。こんなテンション。いや、もうここはね、特に各スムーズに動く X を見てください。まだフットパースがありませんが、もうよどみなく右に進み続けます。そうですね、ここも基本的には後ろはキーは入力しない。ここのね、コウモリ全部倒すとここれ朝飯前感やばいですよね。綺麗に倒していきます。ここちょっと見てください。あの、坂ジャンプという技を使っています。坂を下る方向にジャンプすることで飛距離をアップしています。そうですね、そう、一瞬逆向いてるんですよ。そう、逆なんか一瞬カクって横向いてるんですけど、これですね。そうですね、うんうん、まあ、右左右の移動方向の、飛距離が伸びるっていう、はい、ジャンプの高さが変わったりとかっていう仕様ですね。小技ですね。さあ、ここでフットパーツですね。手に入れました。ちょっと画面が隠れてるかな。まあちょっと、うん、回線はねしょうがないんで、はい、でこっからのスピード感がものすごいので、ぜひ、はい、もう翼を得たようにダッシュジャンプ連発と。そうですね、さっきとは段違いの軌道がある。でね、難しいですよね。うん、なかなか勢いよけながら。さあ、ボス戦ですが、この IC ペンギンゴどうでしょう。この IC ペンギンゴはですね、 RTA になると実は強敵なんですね。実はですね、このペンギンゴに直接当たると体力半分ぐらい消えちゃうんですよ。実は半分までいかなくて、なんでこうやって無理やり近づいて当てるってなると、実は結構難易度が高いんですね。なるほど。実はここでリセットする装飾も結構多い、ね、あ、意外と壁なんですね、この、そうね、みんな X1 といえばとりあえずペンギンゴみたいな、はい、イメージですが、 RT だと強敵です。意外に強敵、うんうん、ちなみに、X1 だけは真ん中に移動するので、あ、ゴミ切った。そうそう、あの X1 だけは真ん中に、あの X が移動してしまうので、できる限りあのボスの真ん中で戦うっていうのが抵抗になるほどね。まあ、でもいいペンギンでしたね今回。そうですね、今回は、あ、じゃあまた行きましょう。ブーメルンクワンガーやりたいだけ。でここがですね、はい、アイスレスルートって言われてるルートですね。いろんなチャートがあるんですけど、はい、ここが一番早いと言われてるチャートを利用して、まあ、どんどん進んでいきますね。はい、このね、はしごの横を蹴るギャップジャンプという技術などが使われているので、このはしご登るときぜひ注目しながら見てください。はい、あ、今もやりましたね。でですね、ここ面白くてですね、この針を壁蹴りするとですね、なぜか死なないっていうあのバグがありまして、まあ、チキさんはねやらないんですけど、いろんな奏者の方はここ壁蹴って、あのわざとなんだろう、ダメージの食らわない無敵時間になって過ごすって方が多いです。神々の遊びですね。神々の遊びです。さあ、この頂上付近でアイスレスジャンプ大技が出ます。皆さんご注目ください。猶予、はい、数ピクセルのもう超難しい技です。そうですね、このチャートで多分一番難しいかもしれないですね。
この次ですね。ここですね。決まるか。惜しい。ああ惜しい。決まりましたね。これがですね、難しいんですね。いや、2発で決めましたよ、諸石さん、これ。これはすごいですね。うん、まっ。いや、本当にうまいですね、俺ね。分からない方のために解説すると、今のは本当は、氷のチャージ技を使って取るところでした。そうですね、もしくは、ここのブーメラクランクワガの武器で取るっていう、あ、そうですね、とこなんですけども、まあ、実はなしでも取る。はい、ではボスです。ハメですね。ハメです。ハメです。ああ。ハメた後は出てきたら撃つだけです。あ、で、説明ちょっとしなかったんですけど、ロックマン X1-2 は、ダッシュしながらバッサーを撃つと2ダメージ、あのダメージが2倍になります。ですんで、ボスに、普通にバッサー当てるんじゃなくてダッシュしながらバッサー当てると2ダメージ減ります。はい、まあ、通称ダッシュ豆、これが2ダメージです。そうですね。さあ、ここがアイスレスシャートの、すごいポイントになる、はい、見ていきましょう。そうですね、スティングカメリオいいですね、なんか慣れるといいですね、結構はい、ここ大技出るんで、はい、注目ください。ファントムグラブという技が出ます。はい、これね、下の右側にハートがあるんですけど、今いきますよ、右にハートあるんですけど、さあ、失敗していただいたので、説明を先にしちゃいましょう。敵から出たアイテムをブーメランで掴んで、でその掴んだアイテムと画面端に映ったハートを交換します、ブーメラン内で。お、上から行く、上から行きますね。それによって、ハート、本来取れないハートを勝手に取れるという、そういうバグ技があります。これがファントムグラブ。そうですね、まあ、見ていただいた方が実は早いので、まあ、まだ使う場面もね、まだあるんで、まあ、上から言ったらもしかしてファントムグラブ成功してたんでしょうか。いや、取れてないですね。うんうんうん、取れたは右にハトが映ったままだったんで取れてないですね。なるほど。さあ、ボディーパーツを先に取りました。ブーメランで処理しました、ね、これ弱点がブーメランかつボスもブーメランなんで弾数管理がすごく大事になってきます。いや、取れているのか。ああ、取らないですね。これは取らないで、本番一発勝負なんで取らないで。ああ、先に行く形です、ね。なるほどなるほど。ここは安定コースで行っていただいたと思いますね。はい。まあ、まだまだファントムグラブ出番がありますので。そうですね。はい。まあ、も多分今の見てもなんかあんまりパッと来ないと思うんですけど、次のステージで。そう。すごいの見られると思うんですよ。超大技がありますんで。はい、あります。はい、ご期待ください。でさあ、ライドアーマー乗りましたね。そうですね、今は最速がライドアーマー乗るのが最速って言われています。まあ、なんでかはちょっとなんかあんまり喋ってないんでわかんないですけど一応ライドアーマーが最速って言われてますね。じゃあボス戦始まりました。はい、ハメですまたハメです。はい、これね、ダンスですね。いい位置にね落ちるんですよね。いい。これはね、綺麗に決まる。綺麗にね。いや、みんなやりますけど、最後まで完走できるのは多分小学校で一人だけだと思いますね。いやー、意外にいけるかもしれないですよ。意外にできます。意外にできます。大丈夫です。難なくボスを撃破しました。さあ、次本当に注目なんで見ていきましょう。そうですね。もしくはもう一回ここ来るか。あ。じゃあ、はい、じゃあどうぞ。ソウルイグリル。はい、ということで、はい、割と結構ね大人気なボスですね、このソウルイグリル。はい、で開幕からファントグラム発動するので、はい、もう今からもう目を離さないでください、はい、ずーっと見せてください。さあ、ここで左にあるライフアップを取ってジャンプした瞬間に、ああ失敗した、失敗した無念無念ですね。残念ながらファントムグラブは見せることができません。これはね、本番ですからしょうがないです。まあ、しょうがないですね、はい、本当はですね、本当はというか成功していれば
そうファントムグラブで何を掴むか、何を交換するかというとエレベーターを掴むんですね、はい、でそしてその掴んだエレベーターが右上にぶっ飛んでいくので、それに乗ってそのまま空中に投げされると。そうですね、はい、で降りた頃にはさっきのサブタンクが取れるという、大技でした。まあ、簡単に言えばその物体を、まあ、どんなほぼどんな物体でもあのロックマンの、X の、まあ、手前に引き寄せるっていう技なんですね。だから、先ほどのイーグリードの 足場があったと思うんですけど、あの足場を召喚して 手前にでそれを使って空を飛ぶっていう技なんですね。見た目がものすごい技なんでちょっとね表現しづらいんですよね。そうなんですよ、ね、ブーメランで掴んだと思ったらそのね足場になっていた足場が右上に吹っ飛んでいくと、でそれに乗っているという感じになります。そうですね、まあ一発勝負なんで、ね、はい、しょうがないですね。しょうがないですね。でボス戦入っていきます。右側からの方が早い。はい、そしてタオパイパイみたいな感じですねどういうことですかちょっと違うかな、でこいつはちょっと乱数がかなり絡んでくるので、まあいい乱数が来ることをひたすら祈りますね。上からダイブされると、ああちょっと遅いです。あーこれ遅延行為ですね。これ遅いパターンですね。まあ、翼のある敵はだいたいその飛ぶと遅延というそうですねまあしょうがない、まあ、それでもね十分早いので。めちゃくちゃでも早いですよこれちなみにこの定期的に画面暗くなるのは配信ミスでも起こるんですけど、なんで暗くなるのかよくわかんないです。そうですよね、はい、なんででしょう。何かを見せないのかわかんない、わかんないバーニンナウマンダー、ナウマンダー、ナウマンダー、いってみましょう。ナウマンダーですね。さあペンギンを倒したので溶岩が凍っているナウマンダーステージ。そうですね、むしろここ凍ってるとこしか見たことないって方もいらっしゃるんじゃないですかね。確かに、みんなね、ペンギンから行きますからね。そう、みんなペンギンから行くんでね。さあまずはアームパーツを取りに行きます。ここね結構難しいんですけど、やっぱり一発行く。そうですね、ここミスってるとこ見たことないですね、チキシはないですね。さあここから注目です。これめちゃくちゃ面白いあのものが入りますし、ファントムクラブ3回目のチャレンジが始まります。そうですね、ファントムクラブ3度目チャレンジですね。注目してください。はい、まずはアームパーツでチャージができるように、でこれでアイスをチャージして足場を作って左上に登っていきます。そしてブーベランで掴んで、さあ行くか、掴んで行けるか、行けるか、ファントムクラブ成功これ右下にですねハートあるんですけど取ってるんですよこれ。そう実はそうカブタンクを掴んだだけのはずがハートまで掴んでいるという、 そう右下にですねライフアップちょろっとだけ取ってるんですけど、なぜかハートまで取れるっていう技なんですね。で皆さんあのあれですね、音が2回聞けたと思うんですよ、テラレレンって。ということは2個掴んでるんですよね。そうなんです。すごいすごいですね、成功させましたね本番で。いや、 やっぱり、まあ、この方 ね、違う、世界記録取った後もずっと世界狙ってるんで自分をね追い越そうとし、自分を超えそうとし、それははめる大丈夫ですか今のところは。あの4分の2が4分じゃない5分の3かながはめなんですけど、ぐらいがはめです、ね、5分の3はめですね。ちなみにあの鼻のあたりでね、あのこのトルネードを打つと2回ヒットするんで、はいはいはい、早く倒しますね。さあここからは、少し、お、先にマグニア行きました、ね、ハートを取るのかなと思いましたが、マンドリア行きます。スパークマンドリラいいですね。さあここもね実はイーグリードステージを攻略してるんで、残骸がここにあるっていうね。はい、はい、そうですね、イーグリードの、飛行船からが、ね、この発電所に墜落しているというような設定になっています。これね、あのスイスに住んでるんですけど、このガンボルトっていう雑魚敵なんですけど、これめちゃくちゃ硬いんですよ実は。ですね、なんですけど、まあ華麗にね、華麗にね。でここであのアイスレスルートの利点が出てきていて、はい、カメリーを先に攻略したっていうことで、あのチャージで使えるそのカメリーの武器を使うと、
無敵状態になれるんで、相手のギミックをガン無視して進めるっていうのがこのアイスレスルート特徴ですね。ああなるほど、まあ、ただしやれる人は本当に少ないというふうに。そうですね、アイスレスジャンプっていうのがそもそもできないとダメなので、もうこの辺のスムーズさ、スムーズさがえぐいんすよ。さらっとライフアップ取ってますけど、ね、そうそうそう、ライフアップ取って敵避けて、でね、心眼チャートこなしてこなしてね、これね、なんなんだこういう、なんでこんな、なんでこんなスイスいけんすか。さあボス戦です、スパークマンドリラでですね、アームパス取ったら特殊武器のチャージショット声が使えるっていうのだけ、ごめんなさい、言うの忘れてました、ね、はい、でこいつはハメです。はい、ハメです。氷を当ててわざとぶつかります、はい、でどんな攻撃が来てもその後氷当ててまた当たって、こう氷当ててまた当たってってやればハメです。なるほど、あ、今ね、情報入ってきました。ステージクリアで画面真っ暗になるの、これ技だそうです。あ、なるほど。ボス撃破後に X が中央に歩くタイミングでスタートボタンを押すことで起こるバグで、決めると 20F 対処縮、 1F 技、素晴らしいですね。素晴らしいですね。さあ、はい、20フレームって意外にでかいんですよ。このゲームにおいて。もうね、極論言えばどのステージも1秒短縮すれば30秒ぐらい短縮できるんですよ。はい、合計すれば。ああなるほどなるほどなるほど。だから意外に1秒って重いんですよね。この30分以内ぐらいの RT において。ああなるほど。だから20フレ、そう、3回やったら1秒って書いてらっしゃる方いるっす。いらっしゃるんですけど、もうその通りで、うんうん、もうそれがどんどん下積みになってくる、意外にでかいんですね。いや、こういうところのね、スタートしてからの選択とかボスセレクトとかも早い早い。ちびにね、初代 X は低セレクト、あ、そうだ、アーマーアルマージ、いや、その遠慮しなくていいです、遠慮しなくていいです。邪魔しちゃったね。ここはね、処理落ちがすごいひどいステージ。さあ、ファントムグラブやろうとしたんですけど、まあちょっと、ファントムグラブをね、まあ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 、やるためには、ちょっと回復アイテムとか出ないとできないので、はい、そこは、ね。まあ、このステージは後ほど、ね、波動機のためにも何回も来ますから、そうですね。まあ、あまり問題ない。ちなみに 100% の条件なんですけど、すべてのライフアップ、サブタンク、すべてのアーマー、そして、波動拳ですね。ストリートファイターとかにも出てくる。波動拳を入手することが 100% の条件なんです。はい、おっと、ちょっとハートも伸ばしてしまう。ただまあ、まだまあ問題ないですね。ここちょっと特徴ありますよね。ここ。そうですね、ここ。これ、処理落ち対策ですね。はい。一度途中下車します、2回。で右上のチラッとで回復アイテムも今見ましたね。はい、見ました。これで、あのアイテムを5回見るというフラグのうち1回目がこれで完了です。そうですね、まあ波動拳の入手条件については後で語ろうかなと。このボスはハメです。まあ、ですよねみたいなね。あ、ただね、ちょっと乱数が若干あるんです。あ、暴れましたね。あ、だけどうまいですね。うわ、今のすごいうまい。すげえ当たるんだよ。いや、これはすごいですね。いや、今のすごいですよ、本当に。いや、びっくりした。やば、今アドリブですね。うおお。いや、今のすげえ、すげえ今の。いや、そう、置き技みたいな感じでね、やってましたね。そうですね。いや、すごかったね、今。ランチャーオクトパルド、はい、ということでね、はい、ここはかなり簡単そうに進んでますけど、ここはなかなかね、意外に難しいステージ、の難易度がとにかく高いですね。ここは意外に高いんですよね。ここさあ、中ボスが出てきます。アングラーゲ、これヘッドライトを処理用のために速攻で壊したい。壊した、はい、壊しました。処理対策して
すごいこの勢いで、あれめちゃくちゃね苦戦するんですけどね普通は。これもねアイスレスチャートでカメレオンを先に倒す利点なんですけど、こいつ倒すのめっちゃ早くなるんですよこの武器使うと。なので、あとアーマー取ったじゃないですか、はい、取ってるから HP その減少量が落ちてるんです、ね、うんうんうん、だから硬いんですよ今 X、 だからああいうのができるんです。さあウツボロス、ここもちょっと注目です。一発、はい、一発ですね。で処理したいですね。先ほどの船が落ちるときもそうでしたが、処理落ち対策のために画面外にするという技が適されています。これでもとにかくね、はい、処理落ちが多いんでね、うんうんうん、で処理落ちで平気で2秒3秒飛ぶので、あ、ごめん、今注目しましたけど、そうです、はい、起きたつまきで見せられないと、はい、見せられますね、はい、ね、地中の中でそんなやついなかった。さあボス戦、ランチャーオクトパルト、こいつはですね、ハメです。ハメ以外存在してないんじゃないですか、これもしかしてこのゲーム。あ、来ました来ました、あ、ハメです、お、はい、来ました。これは何ですか。あ、それ、はい、来ました、これ来る、あ、ハメです、はい、ハメました、はい、ハメました、はめました。ただこの特殊武器ね、実はオクトパルドって意外に強敵でして、うんうん、ミサイル一発で弱点と消されちゃうんですよ実は。うん、弱点武器なのに、そう、何が弱点だろうかって話ですよ。そうそうそう、対策されてるって、対策されちゃってるんですよミサイル。さあ多分ハート取りに行くんじゃないですかね。そうですね、そうですね、そうですね、先ほど取れなかったハートを取りに行きます。波動拳の条件はライフアップ、サブタンク、パーツすべて入手ですので、そのためにライフアップ、先ほど取り逃したものを取りに行っています。はい、そうですね。で、ここはオクトパルドを倒してるんで、水中が水が出てきて取れるっていうのがまあ本来の取り方なので、はい、この取り方で取ってますね。さあここで波動拳ですね。はい、波動拳の試食条件は、トロッコの最後のボスゲート前にある、ライフ回復ですね、あれを、4回見た状態で、あ、これライフアップ取ったんです、ね、そうだそうだそうだ、残機が、そこで、あの敵からはですね、残機が出るんです、はい、実は小ネタなんですよ。あ、ファントムグラブはできないんで普通に取る、普通に取り。さあですね、あの特殊なコウモリが1体いまして、はい、あれはね、自分の残機を上げてくれるアイテムで、落としてくれる特殊なコウモリなので、波動拳を取ってくださいと言わんばかりに設置してラルトはあれ波動拳用だったんですね。そうなんです。で、4回見た状態で5回目に訪れた時に HP が全回復してれば波動拳が入手できるだったかな。なるほど。さあここを取り逃したライフを取っていきましょう。はい、はい、見事。まあまあ見事。バットンっていう名前らしいですよ。初代ですね、クラシックロックマンのコウモリですね、うんうん、こっちのコウモリ。また見ましたね、チラッと。はい、チラッと見ました。はい、右上、これ何回かまだやるので、そうそう、今ので右上にチラッとかいうアイテムが映ってるなっていうのを確認してみてください。そうです。皆さんね、これ勘違いしてね、右上取らなきゃいけないもんだと思ってる方結構いらっしゃるんですけど。思ってました。はい。実はね、見ればいいだけです。実はね、見ればいいだけです。はい、今見ました。ここからこういうのがね、はい、続いていく感じになりますね。なので3回目なので、あと2回ですね。まあ、ここは本当に同じことを繰り返す、ね。いや、でもね、この技ですよ、このトロッコにね。まあ、ね、途中下車してね、処理落ち減らすとかね。いやー、すごいなとしか言いようがないですよね。さあ、まあ解説しないんですけど、うん、細かい技のオンパレードなんですよね、うんうんうん、実はね、さらっとやってるんですけど、ちょっと解説するには多すぎるので、は
はい、ちょっと僕ら実際省いてます、相当。そうです、あの皆さんの見えないところ、わからないところでもっといろんな技があるんですが、す細かいんで、細かいって言っていません、はいはい、多分30分の1ぐらいに薄めてますマジで本当に。でもそれ誇張じゃなくてマジですよね、本当なんです。さあ来ました、ハドゥケン、ハドゥケン、ハドゥケンですね。でもなんかこれ X の発音だとコケって感じですよねコケきたで、この波動拳一撃で敵を葬り去ることができます。はい、一撃必殺波動拳、この後ここからのボスはどうなってしまうのかといったところでシグマステージに突入です。素晴らしいプレイヤーね、ここからまた見られると思います。入れちゃうんでしょうねこれはね。ちなみにですね、波動拳の、出し方なんですけど、下斜め、横で波動拳が出ます。ストリートファイターと一緒ですね、はい、ただHP マックスの時にしか出せません、はい、そこだけ注意してみてください。今また体力をですね調整しています、ババ用の、ババスキップ用ですね。そうですね、ここ6ですね、今メモリ6になって終了です。ここ見どころですね。ここね、地面つかないようにこうやって、はい、ゲートをくぐりました。はい、そうするとどうなるか。どうなるんだろうな。ということで、地面につかずにボスゲートをくぐると、勝手に戦闘が始まるというものですね。ちなみにこのババに入る前に、あ、いやその説明はとりあえず波動拳、そうですね、はい、波動拳でやっていきましょう。早速試し初波動拳、はい、終わりですね。ナイス波動拳はい、強敵でしたね。いや強かったですね。いや強かったですね。ゼロもやられてこっちもやられて同時にやられてどうなることかと。いやそうなんですね。いやー強敵でしたね。強敵でしたね。勝手にやられてますけどね。まあしょうがないですね。まあ敵は波動拳で取ったということで。取ったということで、うん。体力も全開しますし、そのまま行きましょう。コメント一切見れませんでした。コメント見たらねもうちょっとこうねあゼロってなる。しょうがないですね。そうしょうがないですね。さあ最初の被害者、まあよく被害者の回って言われるんですけど、もうそろそろ、ね、こいつはね波動拳で終わる。いやー、破名すらさせてもらえないという。いやなんかでしょうね。先行入力波動拳で一瞬で沈むという。実はですね、敵の HP バーがピピピピって上がってるところあるじゃないですか。はい。あの時は実はキー入力だけ受け付けてるんですよ。うんうん。だからあの間にコマンド入力して。あと始まった瞬間にボタンを押せば波動拳が出ます。なるほど、はい、さあ阿弥陀くじは阿弥陀くじですね。はい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 、はい、まあ結構エニーパーセントだとね波動拳使えないのでなかなかの強敵なんですけど、あの乱数なんですね、これですね、かなりの乱数ボスなんですけど、まあ彼にね。さあこっからはステージを攻略しながら、はい、まあ、ボスを倒していくっていう。そうですね、あの皆さんがこうよくご存知の被害者の回とはまた初代は少し違った、感じになっていますね。そうですね、まあ初代ロックマンが、こういう形式を取ってるんでそれに乗っかったんじゃないかって結構言われてますね。でこいつは氷1回避けてから波動拳です。はい、終わりましたそう、氷避けなきゃいけないんですよね、逆に。そうですね、あの波動拳一発で倒せるくせに吐き出してくる氷弾くんですよ。実はそれだけあの氷強いという。氷がね実に強いんですよ。あ、ダメージ食らっちゃいました。食らっちゃった。まあ、ただサブタンク、あ、回復できた。回復しました。ナイスリカバー。まあサブタンクでもね回復できるんで。これギャップジャンプって使ってますね。はしごの横蹴ってると思うんですけど。うん、地味にムズ技です。まあ、ただ、はい、細かすぎて触らないんで、はしごを使わずにはしご登っていく感じ。これはダッシュして、ダッシュジャンプして波動拳ですね。あ、ダッシュジャンプダッシュ。そう
そうですごいですね。風の影響ギリギリのところまでダッシュしてから波動拳。波動拳ですね。テクイ。実はね、画面内に波動拳を出しても当たらないんですね。画面内にいないと当たらないので、まあ、ああいう打ち方をしなきゃいけないですね。さあ、先ほど説明していただいたギャップジャンプ、また出てましたね。そうですね。はしごの時ちょっと見てください。これからも結構行われるので。さあ、来ました。ランダパンダ。はい、波動拳。もう一発も？あー、いや、おい！おい！しかもこの花をワンターンで倒してくる。素晴らしいですね。素晴らしいですね。素晴らしいですね。ランスがいいのもあるんですけど、うまかったですね、今ですね。めちゃくちゃうまかったですね。すっげえ。これはうまいですね。びっくりしたよ。さあ、やはり世界一だなって思いますよね。こう、あ、ここ見どころですね。チャージ氷で無理やりゲートをくぐるとボススキップできます。はい、スーッと、はい、はい、来ました。なんかいました。今実は被害者一人いなかったという。いや、まあまあまあ、あ、ここも見どころですね。これも見どころですね。はい、これまず上にこうチャージ氷打ちます。こいつ波動拳当たらないだろうと思ってる方、その考えを改め直した方が。度肝抜かれますよこれ。あ、失敗しましたね。あ、まあしょうがないですね。しょうがないです。ちょっと難しいんでね。はい、今の何をしようとしたかというと、足場がないなら空中に足場を作ればいいということで、チャージ攻撃で足場を作って波動拳を得しました。そうですね、発想がすごいですよね。そう、そう、なければ作ればいい。そう、なければ地面がなかったら作って波動拳を打とうみたいなね。そう、いや、すごいすごいです。さあ、回復ゲットしたんで波動拳出ますね。こいつは氷当ててから波動拳で終わります。波動拳絡みはね、雑なんですよね。いや、強いですよ、ね、あ、今出ませんか。まあでも波動拳、まあ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 、フォローも波動拳でしっかり。まあ、なかなかね、ここまでに詰まってくると難しい技っていうのがポンポン決まるっていうのは、勝負のまでは難しいので、ね、そうですよね。そう、煮詰まっているんでね。さあ、来ました、ランチャーオクトパルト、はい、ミサイルを豆で消してから波動拳ですね。はい、波動拳ですね。はい、本当に一撃なんだろう。すごい嬉しそうに飛びついてきましたけどね、あの人。で、波動拳はそのバスターのボタンで波動拳を打つので、はい、ミスしたときはね、バスターが出ちゃうんですよね。はい、豆が出ます。そうですね。はい、まあ、こいつは左に波動拳しております。めっちゃ遊んでますね。ゲーミングします、ね。ゲーミングします、ね。ゲーミングし。ここで、ここで、投げ出しのゲーミング要素。波動拳。はい、終わりです、ね。はい、終わり。いや、波動を踏んじゃうか、飛べんか。どういうあおりっすか。さあ、D ロレックス、これね、見どころっす、これ見どころっす、めちゃくちゃ見どころっす、これ見どころっす。いけるか、見てください、いけるか、素晴らしいですね。ナイス、ブラボー。いやー、素晴らしいですね。ランダバンダに続き D レックスもギリギリ判定がないところに乗って波動拳、波動拳ですね、素晴らしいですね、はい、これがすごいんですよね。素晴らしい。いやー、ついに最終のシグマステージです。そうですね、まあなかなかの苦難がいっぱいありましたけれども、まあ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 、いや、時間見てくださいよ、まだ35分ですよ。35分、全然全然はい、で、まあこの後もね、まあ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 普通にね、はい、犬が出ますが、かっこいいマント着てシグマが現れる。このワンちゃんね、ここだけ出てもあとは一緒出ないんですけど、かわいそう、かわいそう。でね、海外ではジェダイって言われてる、はい、あのシグマですね。シグマ第一形態、通称ジェダイ君。説明してる時間の方が長い。そうね、本当に一瞬で落ちちゃうんですよね。
はい、でウルフシグマだけはですね波動拳が効かないので、はい、あの弱点武器であるオクトパルドの武器を使って倒します。まあ、ここはもう実力です。もう実力です、はい、全然食らえません。これ強いんすよ。強いっすよこれ。めちゃくちゃ強いっすよこれ。めちゃくちゃ減るんすよこのボス。ねはい、ノーダメですね。アイリング、GG でした。 GG。 いやー素晴らしかったです。あーとんでもない、とんでもないランでした。いやーやっぱり面白いですね。いやーすごかったですね。ゾロギさんどうでしたこれ今回の X は。ちょっとびっくりしたのが、そのイベント慣れしてるのかすごい細かい、うんうん、なんでしょうね、あのアドリブみたいなもんね。はい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 、はい、なんかやっぱりトッププレイヤーの腕を見せたなって感じがね、うんうん、今回しましたね。あ確かにリカバリーがとにかくすごかったですね。そうでしたね。あの、まあ、ランダーバンダーとかめちゃくちゃ震えましたよ。すごかったですねあれね、はい、びっくりしましたね。そう、まあちょっとねファントムグラブとかは、まあ、決まんなかったんですけど、うんうん、まあ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 、それでもなおこの36分台ってかなり早いのでめちゃくちゃ早いでしょう。かなり早いのでね、念のため40って言われました。チキシカ一応40にしてくれって言われました。37ぐらい、いややっぱ40みたいな。そこは謙虚なんですね、はい、みたいな感じで言われたんで、はい、そんな感じで。なるほど。いやいやいや、もうなんかとんでもないのを最初から見せていただいて感謝しかないですね、はい、感謝しかないですね。いやまあそうだということでね、ロックマン X100% は以上と。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。じゃあ、画面の方を切り替えてもらってよろしいですかね。はい、お願いします。また次の X でお会いしましょう。お会いしましょう。